2022年初プロス、どうもプロスピオニワ芸人の青野隆です。よろしくお願いします。青野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ新年明けましておめでとうございます。これね、1日はね実写の動画を出して、今日はね、今年初のプロスピでございます。よろしくお願いします。題して2020年の運試し契約書開封&ガチオーダーでリアタイ。ありがとうございます。さあ早速ね、その契約書の内容見ていきましょう。はい、これです。さあ、あのね、まあね、あの新年運試しのね、これはみんなもらってますよね。30%3枚、はい、これで運試しします。で、パースキーポイントで、元旦に、交換しました。この S 字チーム、これね引いていただきます。さあ、これもう完全に運試しですよ。んで、まあ構成的には最初この 30% 引きます。 30% 3枚引いてリアタイやって、でその後オチにこの字チーム引かせてもらいます。はい、てな感じでいきましょう。狙いの選手はね、柳田選手と沢本勇選手です。はい、この2人がねやっぱ欲しいんですよね。で、自チームは多分、まあ、ギータのソフトバンクか、坂本さんの巨人で引きます。はい、まだ迷ってます。なので、この 30% で、ギータと坂本さんを引きたいです。よろしくお願いします。早速いきましょう。いやー、めっちゃ嬉しい。やっぱさ、神ゲームだ。プロスピア、ほんとこういうのやってくれるからね、神ゲームです。早速いきましょう。運試しお願いします。まずね、 S を引かなきゃダメよ。お願い。まず SSS、 まず、まず S よ。それないよね、さすがに。運試しでさ、嘘でしょこれ。割れてよ。マジ、これマジで言ってる。嘘だよね。大凶。もうこうなったら無課金赤も引きますわ。いや、もうきちいもん。本当にきちいわ。これもう無課金赤でちょっと回収させていただきたい S ランクを。これはもうきちい。狙いはね、アーチスト村上くんです。お願いします。これはきちいって、さすがにもうメイン大凶やん。さあどう？ OK、 来い。いいよ、あるよ。こっちはある、まだある、可能性あるよ。ここで青に光る、青に青い方の、うん、これシャビーはないの？これバリーはふう。はい、もうね、S30% のことは忘れました。はい、もうガチオーダーでリアタイいきましょう。はい、今オーダーね、こんな感じでございます。まあね、かなり、揃いました。うん、まあ中村のりさんもね、ゲント少し使って極みにしたし、そうで、まあね、落合さん、古田さん、新加入ということで、かなり強いオーダーじゃないですか。本当にね、ここもう、なんて言うんだろう、俺一番強いかな、史上最強かなっていう感じがしてます。はい、で、まあ、田村さんの70ってのがちょっと気になるよね。ここをまあ外に変えるとか、吉田正尚さんに変えるとかっていうのもあるんですけど、ちょっとでもね、やっぱ田村さんは打ちやすいんで、スピが低い投手の時は田村さん使おうかなと思ってます。そんな感じです。で、打順が1番大谷翔平、2番柳田悠岐、3番バース、4番落合博満、5番筒香嘉智、6番中村典弘、で7番古田敦也さんのに代打、で8番源田さんのところに代打、で9番は山田哲人さんですね。てな感じでいきたいと思います。そして投手ですね、今日は千賀さんですね。千賀さんで幕開けでしたいと思います。はい、千賀さんはね、まあ、強いですからね。で、藤川球児さんね、そして赤堀さん、まあもうここら辺レベチです。てな感じでね、盤石な体制で臨みたいと思います。よろしくお願いします。それではいきましょう。はい、ここですね。まあこの守備体験も結構いいっすよね。強いっすね、やっぱ。さあ行きましょう。おー、来た、1番糸井さん、新年初神神ってるね、大野ちゃん。新年初神ですよ。糸井さんって言っちゃったもん、俺。オッケー。まあね、千賀さんってやっぱ速い球みんな意識するんで、そうなんですよね。なので、こう縦スラとか結構効くんですよね。で、速い球。そう。で、これ振り遅れるでしょ。そう。まあ、千賀さんはまだまだね、リアタイいけますからね。千賀さんなんかね、打たれるみたいなことを言う人もいるんですけど、全然そんなことないですよ。
使い方さえ間違えなきゃ。ファーストの落合さんもナイス守備。あ、このギータが欲しいんですよ俺。スピ3800のギータが欲しいのよ。ベストナイアのタイトルホルダーでゲットできるとは限らないからね。このギータが欲しいんです。さあこのリアタイの後誰が出るのか楽しみです。柳田悠岐か坂本彩と狙います。アシュラさんよろしくお願いします。さあ行きましょう。お相手田中将大投手ですね。さあ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 、マー君ね、マー君はいいピッチャーですよ本当に。リアタイで、うん、さあ翔平大谷がねホームランで幕開けしようよ。2022年を華々しく飾るんだ。あーまあ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 流しね。これ一番の打球っすね。流して落とせるっていう。あーやっぱすごいね。でここギータここでちょっと開幕内いっちゃう、うん、ギータ、はいギータ、それギータキャマン、はいねー。まあもうねー打撃本当に上手くなったね。自分で言うのもなんだけど、まあ上手くなってきたわ。あ、まあ流せてるけどね、流せてるけど、まあ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 今のはちょっとサードきちいよ。俺がプレイヤーだったらガチきちいっすよ。何してんのんが出ますよね確実に今。ああもう落合さんの打球これが、うん、もうね止まらんよ。2022年スピッチャーがもう楽しみでしょうがない。まあそのためにはこのランク戦ルールじゃなくてやっぱ大会ルールでもねちょっと徐々にルール戦やっていかないといけないね。ああああ、止まらんよこれ本当に。止まらん、大丈夫かこれ本当に。行こう、ノリノリ流せ、流すね俺は。引っ張れなくなっちゃってんじゃない逆に。はい、素晴らしい、止まらない。あ、コールドです、出した。2022年最高のゲームでした。ということでこの後ソフトバンク柳田悠岐もしくは坂本勇人、巨人坂本勇人狙う自チーム契約書を開示します。お願いします。はい、ということで自チームソフトバンクにしてきました。狙いの選手柳田悠岐一択です。さあさあさあ2022年運試しです。柳田悠岐出れば勝ち、お願いします。最後柳田悠岐です。行こう。さあ2022年最初のリアタイ、ご覧いただいてありがとうございました。最後この選手で締めたいと思います。よろしくお願いします。出ろ柳田悠岐。もういいねー。あざした。